はい、皆さんこんにちは。カズシードチャンネルの時間がやってまいりました。いよいよですね、本日5月21日大田区総合体育館大会で五神空手の大会が本日ですね、やってきました。今日はですね、キラーン選手に内田選手にランディ選手、この3人にね、今日出てもらって、トーナメントをね、引っ掛け回してもらいたいと思います。キラーン選手、今日コンディションいかがですか？まあまあです。まあまあですまあ女子はトーナメントがちょっと中止になって、ワンマッチをエキシビションとなってしまったんですけども、ぜひね、KO して倒してください。はい、内田さんどうですか？絶好調ですね。絶好調はい、優勝しかないでしょう。優勝しかないと。はい、優勝狙ってます。ランディ、最近元気してる。でも多分練習書とやりすぎかもしれない。なんかね、ランディ、これちょっとでかくなってでかくなりすぎたね、これ半端なんだけど、ランディもうね、トーナメントの台風の目としてこのね、2人には暴れ回ってもらって、ぜひね、この2人で決勝戦を戦ってもらいたいと思います。では、行ってみよう。はい、こちら渡すんですか？よろしくお願いします。先生、ちょっとあとなんか練習ちょっとドラグローブ使ってしたい。やってください。ウォーミングアップ。ここウォーミングアップできますから。グローブあります？グローブはない。こっちしかない。こっちに置いてある。すぐ一番端っこに全部置いてあるから。すいません、写真撮っていただけますでしょうか？ありがとうございます。ありがとうございました。今日ね、チャンネルの視聴者でお花をね、こんな豪華なお花を送っていただいた。ありがとうございます。ありがとうございます。こちら竹村さんって言って、昔 MMA のジムを行ってた時にお世話になったトレーナーさんです。で、プロレスもやってる竹村さん。で、竹村さんとこの生徒が優勝したらしい。こっちの子は？お姉ちゃん。お姉ちゃん。で、妹。妹。はい、この子は優勝。おめでとう。そうなんです。はい、ひなぎは？はい、こっちの方が優勝したの？準優勝ですね。準優勝。はい、見せて、ちゃんと。あ、優勝じゃん。お、優勝、優勝。優勝、優勝。はい。うえ！彼のテレビ70回も出ちゃったんですよね。おしゃべりハムちゃんから。でも3回もさ、赤石会議って言うの、あんまりね、金の国籍のことは言わない方がいいと思います。そうですね、赤石公園に言わざるを得ない。宮本武蔵か、これね、はい、3人結成。そうですね、そのお寺ですよ、本庄寺。これ結成です。赤石会議って言うの、俺は前に言わせた。これ900なしだよ。危険です。次です。横山教授。もうちょっと時期あれだったらもういけたんですけどね。たこ焼き食べたの？明石焼き。あの回答うまいんだよ。僕はたこ焼き食べて、あっちに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 って言われた。はい。あそこの有名な。はい。失礼します。どうぞ座ってください。縦の前。はい。445。はい。それではですね、指導官の添野総帥に。仕事始まったな。仕事始まったぞ。2番にトップした。2番に。はい。おめでとうございます。総帥の方です。総帥が今日来られたので、ちょっとコメントを聞きたいと思います。総帥、今日の五神空手道大会はどうでしょう？楽しみだね。楽しみです。楽しみ、楽しみ。避けるようにして。楽しみだよ。まあ金的顔面ありっていうことで、そうだね、ちょっと特殊なルール。怪我させないでね、はい、これはいい考えだよ。さすが一橋だよ、ね、あとはまあおしゃべりハマった。まあ今日1回戦が静岡の平沢雄星選手
が、うん、あの勝ち上がれば2回戦で、うん、内田昇選手と対戦するリベンジ、リベンジ、内田リベンジ、内田、内田リベンジ、内田、内田昔に生まれてたから、うちのドブル選手も出てますから、ね、だから2回戦勝てば平田さんと出てくる面白い、リベンジ面白い、面白い、スピードが勝負だね。そう、面白い。あの総帥が最初に出てたね、極真の第1、2、3回はね、完全な喧嘩試合ですよ。試合中にね、てめえ殺すっつってるのいたから、そんな似てるんだよ、その感じがさ。そうですね。でもうちのやつは無能性安全ですから怪我させない。すいません。面白い。あの最初から怪我していいんだったら普通のグローブ使いますよ。そうそう、どうやって怪我させないで思いっきり打ち合いさせるかって。面白い。スポーツ、スポーツ、スポーツ。2センチ小さくなりましたからグローブ。柔らかくした代わりに前19、20、21、22が今17、18、19、20で終わってますんで、2センチ全部小さくなってます。怪我させないように。させないようにやります。やっぱり大学の空手部でやってたから違うよ。町道場だけじゃないと、はい、飛び込み好きとかも全部教えました。そうそう、直突きとかな。だから大学の空手部こういう練習したり、はい、で町道場だけじゃないから、はい、だからいいんだよ。あの先日の先週の日曜日に空道の世界大会行ったら、はい、山崎先輩来てたんですよ。あ、そうだ。ここで山崎先輩、私も嫌いらしくて聞いてくれないんだよ。電話したら、なんで俺がお前の電話出なきゃいけないって言われたんですよ。ところがその日に挨拶行ったら、わた見に行くよって言ってくれて、今日来るって。いや、山崎さ、来るよ。山崎来てとこよ、あいつ。言えば来る。わかりました。チケット20枚ほど渡しましたんで。協力しろよ。じゃあ山崎先輩もここでデビューしたの話。そうそうそう。ああ、そうなんですか。総帥のデビュー戦もここなんですか。そうそうそう。昭和44年。山崎先輩と添野先輩が揃うなんてことはまずないですからね。二極心の流行。山崎連れてきたらいいよ。あ、ちょっと変人だけど、来れば来るから。いや、前電話した時はね、はい、俺がお前のやつになんでインタビュー答えなきゃいけないの。すごいんですよ。だこの間レジェンドで道場だったじゃん、佐藤勝明君。はいはい、そうそう、なんかいたじゃん。その時呼んでやれよ。寂しがってるんですよ。今日来るんですか。今日山崎先輩も来られます。来る来る、今日は来る。ドタキャンしなかった。ドタキャンしなかった。ドタキャンしない。え？ドタキャンはわかんないです。逆進回転、逆進回転。どうですか。何しても不思議じゃないと思いますが。変わってるね。どうですか。どうも。お元気で、お元気そうで。元気。ね。ありがとうございます。どうぞ、こちらです。ルーマニアから帰ってたの。ルーマニアに行ってた。来月、インドネシア。しこいずい会長、宮本君。はじめまして、宮本と申します。あれ、カズシチャンネルって、YouTuber もやってる、はい、いや、彼はあれやろ、ハワイシーシャンドやってる。そうそう、奥さん、はい、YouTuber にちょっとこういうの機会ないから、はい、インタビューちょっと撮って。あ、で、YouTuber やってる。はい、そうそうそう。YouTube ちょっと協力して、よし、ちょっと、ね、はい、ありがとうございます。黒崎先生のことさ、はい、黒ちゃんって呼ぶ人はこの人しかいない。5000万ポッと話してる、はい、昔5000万。そうそう、いや、8000万。黒崎先生お金返さねえからさ、黒ちゃんやろ。ウイリンの時は5000万。あ、そうですか。ウイリン全部でね、ずっと陰で追いついた、はい、俺賞金200万やった時、はい、かなり出してた。で今回ちょっともうちょっと頑張ってくれるさ。ちょっとあの話聞いて。ありがとうございます。今度ぜひ一度、うん、一度撮らせて。いつだ。あ、いつでも、はい。会場時間作って宮本君に、うん、ラジオの番組やってるから。あ、はい、あ、まあ、あの拝見したときあります。見た、はい、会長ね、よくライブアップ配信。宮本君ってジャイアント馬場さんのところに、ね、あ、300キロ上げちゃうんですよ。今そすごい。あれレスラー、はい、プロレスです、はい、プロレスも20年ぐらいやってて、馬場さんの最後の打ち弟子で、ずいぶん頑張ってた。元気そうじゃん。来年77、97が一緒に組んだね。また、あんたも頑張ってね。
松浦会長のところでさ、松井君と堂山と堂田と、はい、春と村上と、それで決めたわけ、松浦君作るって、で、松に出させて、1億円ぐらい集めたの、名前を、こういうのを、沈むね、沈むかね。潜ってる。苦しくないですか。いや苦しい。顔青くなっちゃったさ。4分ぐらい潜ってるんですよ。カオルさんって動かないけど。限界。朝話ポコンって。4分半。普段からでも訓練してないといけない。泳ぐの好きだ。泳いでます。ありがとうございます。先生の話を覚えて。ロシアでやったんですか。中国面白かったよ、ラリーちゃんな。中国で結果しちゃったから死んじゃったの。その後居酒屋長寿店やった。後半によく食べなかったな。食べなかった。出帰れなかった。俺たちみんなブロンブロンの結果してんだよ。やつやつだからな。天文事件になった。それから濱家君が行ったの。あ、もっと前やったね。一年だったな。どんな面でどうぞ。はい、チーズ。あ、もう違います。はい、チーズ。おいっす。宮本さん、天安門事件やったら中国。はい。それはちょっと行ったんで、中国。あ、そうなんですか。ちょっと。はい、ご質問です。とんでもないです。失礼いたしました。何て言うの、先輩の神谷先輩で。前回、あ、そうそうそう、小笠原先生と。はい。例の件何かありましたら、はい、我々一番、はい、詳しいです。はい、石戸君に関しては自分たちが一番詳しい。また、よろしくお願いします。5月21日、天才の50号さん、よろしくお願いします。